坂口剛さん元日に島に残っていた一人ですへぐら島の島民はほとんどが年末の寮を終えた後本土へ戻り正月を祝います今年残っていたのは坂口さん含め三人初詣を終えて島の自宅に戻ったとき震度五弱の揺れが襲いました大した揺れじゃないんやけど揺れが長かった うちはなるほどほんでテレビちょうどつけちょったら大津波警報ですっていうもんでほんなら高台に逃げようとで <laughs> 逃げてんけど。これは逃げる直前坂口さんの妻が撮影した写真ですすでに海岸沿いが津波にのまれていますたたどり着いいののは島の避難所になっている。 市立輪島病院のヘ倉島診療所。ここにおられたんですね。そうですね。えー、当時はどうやったですか。何もなかったよ。電気ないもんで寒かったんと本当にこのままよ、ね。これ、うん、どん部屋見てもエアコンとかで温めるもんで暖と冷えて。<laughs> <取> <laughs> 島全体が停電していたため。 家からストーブなどを持ってきたほか、車中泊をして寒さをしのいでいたそうです。荷物を取りに家に帰ると、冷蔵庫や棚が津波でひっくり返されていました。電力が届くのはどういうふうに届いたんですか、要するあ、あれはですね、電力でいつも月に一回衛星電話かけるもんで。で、二日目の日やったかに、あ、そういや、衛星電話あるから。 連絡取れるかな <laughs> と思って見に行ったらたまたまあの水に浸からんとあったもんでそれで連絡したんですよ北陸電力のヘグラ島発電所に設置されていた衛星電話奇跡的に津波の被害がなくこれを使い連絡を取ることができましたただ救出されたのは地震から2週間経った 1>, 1月14日自衛隊のヘリで本土に戻ることができました避難所はもうちょっといいのにしてくれればいいなと思う電気しか使えんような弾取れるやつないし<ー>ちっちゃいこう発電機あってんけどあの燃料は1日も持たないねもし動いてもしてたまたまそれ動かんかったね 過酷な避難生活を経験した坂口さん避難所に衛星電話などがなかったことから今後の整備を訴えます衛星電話は固定式のいいやつしてくれればいいと思う、うん、<laughs> 役所とかにネットワーク組んでもらって役所に電話かけたらどこの地区のとっから電話来たっていういや分かってくれれば連絡早いがいね 撮影を終え港に向かう途中ある女性に出会いました島の民宿月のおかみで雨でもある木村関子さん津波でいくつかの建物が流され大広間も波に浸かったそうです市はヘグラ島を見捨てたのではないかと悲痛な声を上げていました和島市はまだ 倉島は、り災証明も、身に誰も来てないじゃない、ちょっと寂しいと思いません、ね、まあ、輪島がね、今、みんな大変なので、うちらも輪島の方に家もあるので、まあね、無理は言えなかったんですけど、やっぱりある程度、落ち着いてきたら、ちょっとやっぱりね、もう4か月ぐらい経つので。島の状況も ね、一回ね見に来てやっぱりね協力してもらわないと何にもできないと思います。